皆さんこんばんは。本日は防雪ネックを作りたいと思います。このカクテルはレモンの皮を螺旋状にカットし、それをグラスに飾り、ブランデーにジンジャーエールを加えたカクテルです。レモンの皮の螺旋状の形が馬の首に似ていることから防雪ネックと名付けられたそうです。それでは作っていきましょう。まずはレモンの皮を螺旋状にカットします。リンゴの皮むきの要領です。でカットしたレモンの皮をグラスに飾ります。次にブランデーを30ミリ入れます。でジンジャーエールを適量入れます。そして下から上に一回軽くステアします。お待たせしました。防雪ネックです。